孫悟空か。ああ、そうだ。どうだ、ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃせこいリングだ。そいつが完全体か。そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな、いい試合になりそうだな。あそこまで強くなっていったかな。どうでしたか、悟空さん。正直あそこまですごくなってとは思わなかった。やってみなきゃわかんねえが、まあこのまんまじゃほら多分勝てねえだろうな。そんな。もう一度精神と時の部屋を使うがいい。時間はあるんだ。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。9日間もありゃなんとかなるさ。なぜだ、あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちならまだ丸1日は十分に入っていられるのに。あそこの中何もしなくても相当体にきつい。十分に休めてやった方がいい。やれやれ、さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう音を上げたか。かもな。だがこれ以上無理に来ていてもつれえだけで修行じゃねえ。でもおめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。まだ鍛える余地は残ってるみてえだし。なんだと？気に入らんな。今の言い方だと貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん上だと思う。何？じゃあみんな、おたげ頑張ろうな。武道大会でまた会おう。行こう、ご飯。あ、はい。武道大会セルゲームまで。あと9日。精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は疲労した体を休めるため自宅に戻った。3日休んで3日特訓、そんでもってまた3日休む。そして武道大会だ。ねえお父さん、本当にそれでいいの？セルに勝てるの？ま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻ってきてけれ。ん？父。
やっぱ自分家が一番だな。悟空さん、修行さん終わったんだろ。だったらたまにはどっかにお出かけするべ。終わったわけじゃねえけど、まあいっか。なら決まりだな。せっかく悟空さんが免許も取っただし、夫に大きな車でも借りて家族3人で湖畔にでもドライブに行くだよ。そうすっか。なんか準備はいるか。持ってくお弁当作りてえから、肉と魚をいっぺー取ってきてほしいだ。肉と魚だな、任しとけ。どんくらい必要なんだ。そうだな、欲しいのは欲しいのはこれで全部だ。よろしく頼むだよ。父の弁当楽しみだな。なあ、頑張るだぞ。なあ、頑張るだぞ。集めてこないとな。精神と時の部屋のご飯はあまり美味しくなかったよね。やっぱうめえ飯食わなきゃ力が出ねえし、早くあの部屋出てよかったぞ。弁当楽しみだな。ワクワクすっぞ。
なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。でけえわな。行くぞ。次の修行はどうすんの？なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なかなかやりそうなやつだな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。お、道路が続いてんな。ん？長い道路があっぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさとすっぞ。どうだ。なんだあの岩。お、こりゃすげえ木の塊だ。昔この近くでレッドリボン軍と戦ったっけ。
そうな色してんな。肉はこれでいいな。あとは魚を手に入れなきゃな。よし。どんなもんで。うまそうな魚だな。よし。そうな魚だな。よし。まあこんなもんかな。うまそうな魚だ。よし。はい。どんなもんで。よっしゃ、釣れた釣れた。よし。うまそうな魚だな。よし。このツヤ、絶対うめえぞこの魚。よし。
んなもんで。へへ、うまそうな魚だな。連れてこねえとな。父の弁当楽しみだな。よし。よし。どんなもんで。よし、魚はこんくらいでいいか。よし、これで全部だな。父んとこへ戻るか。へへ、うまそうな魚だな。材料集め頼むだぞ。父、弁当の材料こんなとこでいいか。もう持ってきてくれただか。さすが悟空さだ。父の弁当楽しみだな。腕によりをかけて料理するからちょっと待っててけろ。よし、お弁当も詰め終わっただ。うひゃー、いい匂いがすっぞ。せっかくだし、新しい料理に挑戦してみたべ。料理の幅も広がったから期待していいだ。おお、そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんなら早く出発してだな。みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか。
そういうもんだ。悟空さ、初めて会った日に二人で筋斗雲に乗ったことを覚えてるだか。もちろんだ。芭蕉船を借りに亀仙人のじいちゃんに会いに行った時のことだろ。なんだ、あの時オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。え、そうだったんか。んだ、今になってみるといい思い出だべ。結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまでオラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。お父さんが心臓病で倒れてる間本当に心配そうだったもんな。そうだ、せっかくだからしばらく二人きりにしてあげよっと。あの、僕ちょっと用事を思い出したから二人は先に行ってて、僕もすぐ追いつくから。え、ちょっとご飯ちゃん。大丈夫だよ、目的地は分かってるし車より武空術の方が早いから、しばらく二人でドライブしててよ。そうけ。それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。分かった、それじゃご飯後でな。これからどうしようかな。ん？電話だ。誰からだろう。はい、もしもし、ご飯ですけど。あ、ご飯くん、私よ、ブルマ。あのさ、孫くんいる？え？お父さんですか？お父さんはたった今お母さんと出かけちゃいましたけど。タイミング悪いわね。あの、どうかしたんですか？うん、あのね、今うちでクリリン君が連れてきた人造人間を修理してんだけどさ、頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで、調べてみたらご飯君の家の近くでしか取れない鉱石を使ってるらしくてさ、孫君に取ってきてもらおうと思ってたんだけど。なんだ、そんなことですか。だったら僕が届けますよ。今時間もあるし。本当？ラッキー、助かる。それじゃあさ、悪いけど今から言うやつを持ってきてくれる？はい、わかりました。それを持っていけばいいんですね。それじゃよろしくね。暇だったしちょうどいいや。よし、